クレイグ・アンド・ルュームーアは、オーストラリア・シドニー出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。2006FIFA ワールドカップにも出場したディフェンダー。オーストラリアが、ナショナルチーム強化のために国を挙げて創設した、AIS 出身の選手。冷静な判断力と、頭脳的なプレーが売りで、チームが攻撃に出ている時でも最高峰で、 相手の上がりに睨みを効かせている守備の人である。その党卒力を買われて、レンジャーズ FC 時代はキャプテンを務め、5度のリーグ優勝、4度のカップ優勝、3度のリーグカップ優勝に貢献。2002から03シーズンには国内タイトルのトレブル達成メンバーの一員となった。2004年のアテネオリンピックにキャプテンとして参加する。大会閉幕後は、 膝の負傷を治療するため母国へ戻るが、遺跡を示唆したことで、当時のレンジャーズ監督、アレックス・マクリーシュに避難された。2005年1月3日、ブンデスリーガのボルシア・メンヒ・エングラート・バッハに1年半の契約で遺跡。レンジャーズ時代の指揮官であるディック・アトフォカートと再会した。2010年1月、ギリシャの英王カバラに遺跡。 ヨーロッパ復帰を果たしたが3月に契約解除となった。同年7月現役を引退することを表明した。2010FIFA ワールドカップの代表メンバーに選出されている。2013年よりゴールドコーストプレミアリーグに所属するクーメラコルツ SC の監督を務めている。ありがとうございます。